久保さん。ありがとうございます。まあ、おやすみなさいですけど。はい。おやすみなさい。<laughs> <え>いやー、あれですね。久保さん早いですね、いつも、朝。<laughs> <laughs> 僕とあの、逆転ですよね。うん、まあ、あの、まあ、対談でもいろいろお話ししましたけど、まあ、今回ね、久保さんの方で、いろいろ言っていただきましたけど、 要はね、あのー、あれなんですよ。今手に入れたいもの、今何したいのか、今どこに行きたいのか。まあ、それが全てですね。もしくは、将来どうしたいのか、今どうしたいのか。うん。じゃあ今、今コーラを飲みたいとかね。うん。今ポカリセットを飲みたいとか。 今トイレに行きたいとかね。今シャワー浴びたいとかね。まあ、いろいろあるわけじゃないですか。うん。で、それを、やるかやらないかじゃないですか。例えば、まあ、身近な例で言う,た言うならば、あの、じゃあめちゃめちゃ汗かいたとするじゃないですか、夏。蒸し暑くて。でシャワー浴びたいなと思うじゃないですか、今。でもシャワー浴びれなかったらどうですかストレスじゃないですか。 浴びたいですよねビしョビしョにか汗かいてたらシャワー浴びたくないですかで、歯磨いてなかった歯磨きたくないですかも口の中気持ち悪くてどうですかねで、そうやって人って生きてるんですよ。すごくシンプルで。すごくシンプルじゃないですかうん。もう堀江さんが今を生きろみたいなね、近畿大学でスピーチありましたけど、今やりたいことをやってるんですよ。基本はね。だけど、まあ、 あの我慢も必要だったりしますよで。我慢しなかったらね、お金なくても欲しかったら強盗しないといけないですからね。だから我慢も必要ですよ。ただ、今を叶えるっていう積み重ねなんですよね。で、今叶えられなかったら、あの将来も叶えられないかもしれないし、なんだろうな、あの久保さんが言ってた通り、 今叶えたいと思うものも、80歳になったら忘れてるかもしれないですね。だ当時ね、僕ビックリマンチョコにしましょう、タイトル。ビックリマンチョコ。今僕買いたいと思わないんですよ。今売ってるかどうかわかんないですけど。もう当時はね、ビックリマンチョコ欲しいなと思ってね、買ったりとかしてましたよ。三十ビックリマンチョコ30円の時ですね。だ昔欲しかったものが今欲しくなくなるんですよ。 じゃあ、それでいいですかと。忘れちゃって、それでいいんですかと。うん。忘れないうちに手に入れて、体験して、で、まあ、それがね、人に何て言われようと、自分がびっくり、マンチョコ食いたいんだったら、チョコ食えばいいだろうし。で、それを、今、あの、今、お金がないんだったら、何とかしてお金稼いで、早く、早く、できるだけ手に入れるってことです。うん。 だからまあ、あの、そうしないと人生終わっちゃいますからね。うん。まあ、僕は時間かかりましたけど、本当に手に入れたいんであるならば、時間がかかっても手に入れるべきだと思います。うん。まあ僕は手に入れたあ身分から言わせていただくと、時間かけてもよかったなと思いますね。でも多くの人は多分、 こんな生活できないだろうし、まあ一生を、うん、普通の生活していくんじゃないかなと思うんですよね。うん。こんな私には無理。今からじゃ無理とかね。うん。今からじゃ、今からじゃ無理じゃなくて、い今どうしたいんですかと。これからどうしたいんですか。未来どうしたいんですか。それに、じゃそうしたいんだったら、そうするべきなんですよ。だってそうしたいんでしょ。 どっちなんですかっていうね <laughs> <laughs> う。だからまあ、うん、まあ手に入れられないものもあるかもしれないけれども、手に入れようとする行為自体が、まあ答えないじゃないですか。うん。多分ね、それが答えなんだと思いますよ。うん。手に入れたい。そして、手に入れようとする行為自体が、 人生のなんちゃらってやつですね多分うんでも僕の概念から言わせていただくといろんな事例も見てきて思うことがそのネットビジネスやってちゃんとやってねうんまあパソコン一台でなんか自由にやるとかは僕は誰にでもできると思います僕はね あなたはどう思ってるか分かんないですけど、僕は誰にでもできると思います。それは僕自身が証明してるからです。何度も言いますけど、あなたよりアホだし、あなたよりバカだし、あなたよりスキルもないし、あなたよりね、アホだ。もう、もう最低ですよ。あなたのよりも超最低。もうカスみたいな人間ですよ。でカスみたいな人間でもできたんですよ。まあ僕10年以上かかりましたけど、<laughs> 10年以上かかったけどね、僕は。カスみたいな男なんで。 うん、でも、カスでも10年かければなんとかなるっていうね。久保さん3年ですからね。羨ましいなと思いますよね <laughs>。そう。うん。まあ、10年かかりましたけど、10年以上かかっあまあ、まあ会、会社で働いてたっていうのはありますけど、もうちょっと早めに辞めてたらね、もうちょっとなんかやってたかもしれないですけど。まあ、置いときまして。まあ、とりあえず、叶えられない。 ある程度のものは叶えられるし、ある程度のものは手に入れられますよ。うん、だってね、18の頃ね、GTR マガジン見てね、こんな乗れたらいいな、みたいなね、思ってたわけですよ。だけど、まあ、当時からすると絶対無理ですよね。18の僕からすると絶対無理なんですよ。だけど今気づいたらね、乗り回してますしね。 多分日本一34乗ってんじゃねえかなっていうぐらい GTR のね <laughs>。そう,うん。まあ対談でも言いましたけど、いくら言ってもあなたがどう,うどう思うかどう考えるかですね。はい。いってらっしゃい。